フローリー男爵ハワード・ウォルター・フローリーは、ペニシリンの抽出により、エルムストボリス・チェーン、アレクサンダー・フレミングと共に1945年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した生理学者である。南オーストラリア州のアデレードで5人兄弟の末っ子として生まれた。セント・ピーターズ・カレッジでは優秀な成績で、アデレード大学へ進学し、 1917年から1921年まで学んだ。この大学で彼は後の妻で共同研究者になるエセルリードと出会った。小学生としてオックスフォード大学のモードリンコレッジで研究を行い、ここで学士号、修士号を取得した。そして1926年にケンブリッジ大学のゴンビルキーズカレッジのフェローとなり、 一年後に博士号を取得した。アメリカでの研究生活が終わると、彼は1931年にシェフィールド大学の生理学の教授になった。1935年に再びオックスフォードに戻り、リンカーンカレッジの研究長となった。1938年、エルン・ストボリス・チェーン、ノーマン・ヒートリーと共に、アレクサンダー・フレミングの論文を読み、 ペナシリアムクライスジェナムの抗菌活性について議論した。彼らの研究チームはカビ由来の生成物質を大規模に探索し抗菌活性のある成分を抽出した。そして第二次世界大戦中の1945年にペニシリンの工業生産に成功した。しかしフローリーはこの発見は科学的なメリットしかないと考えており以下のように語っている。人々は しばしば我々は人類の苦しみを救うためにペニシリンを研究したと考えているが我々の心には人々の苦しみを救うという気持ちはなかった。あくまでも科学的な興味からであり医学的に見て満足いく結果が得られた。しかしこれは我々が研究を始めた動機ではない。彼はまた公衆衛生の向上による人口増加に関心を持っており、 否認の忠実な信者であった。1962年、彼はオックスフォード大学のザクイーンズカレッジの総長となり、総長在任中に彼の功績を称えてフローリービルと呼ばれる宿泊棟が作られた。この建物はイギリスの建築家であるジェームズ・スターリングによって設計された。フローリーは1944年にナイトに上され、 1965年には一大貴族として男爵位を授けられ、オーストラリアにおけるアデレードとカウンティオブ、オックスフォードにおけるマーストンのフローリー男爵となった。これはナイトに除せられた発見者のフレミングよりも大きな名誉となった。同年にはメリット勲章を受賞している。フローリーは1941年に王立協会のフェローとなり、 1960年から1965年まで王立協会の会長を務めた。1966年に妻のエセルを亡くした後は長年の共同研究者であり上手であったマーガレット・ジェネイングスと1967年に再婚した。1965年から68年までオーストラリア国立大学の総長を務め、1968年に オックスフォードで心臓発作で死去した。フローリーはオーストラリアの科学・医学界において最大の科学者だと目されている。オーストラリアで最長在任期間の首相であるロバート・メンジーズは次のように語っている。世界の幸福という面で考えるとフローリーはオーストラリア史上最も偉大な人物である。フローリーの肖像は 長年50オーストラリアドル紙幣に使われていた。また、キャンベラ郊外には彼の名前にちなんだ町がある。さらに、メルボルン大学のハワードフローリー研究所やアデレード大学医学部の最も大きな行動も彼の名前をとっている。2004年テレビの特別番組で最も偉大なオーストラリア人に選ばれた。ありがとうございます。